イソッチの自己肯定感低めラジオ。皆さんこんにちは、イソッチこと磯村智美です。こんにちは、シモンこと橋本優希です。この番組は自己肯定感が低空飛行な2人が発信する心を育む系ウェブラジオです。よっしゃ、始まりました。はい、シモン定着しますかね。いや、今のところまだちょっと自分の中でもまあ久しぶりという感じですかね。なんかちょっとシナモン風な感じもしますね。シナモン、そうなっちゃうと毎回キャラクターランキング1位を取っちゃうやつの方あれが私、うん、ウサギちゃんだと思ってたら、あれウサギちゃんじゃなくて違うの、犬なんですって。え、そうなんだ。そうなんですよ、あのトロとパズルでコラボして、はは、はいはい、シモンに似てる、もう言っちゃえ、シナモンシナモンちゃんは、はい、犬の男の子なんだよねみたいなセリフがあって、そうなんだ、みたいな耳の長い犬種ってことかな。そうかみたいな。知らなかったな。トロとパズルでね、勉強しちゃいましたよ私も。そうですかいきなり脱線から脱線しまくってきましたけどまあそんな中ですが、はい、イソチューブでグラビティデイズが公開されてましたね、はい、最初の方のトークをですね、うん、せっかく日向井さんに絵描いていただいたんで、はいはいはい、表情が動くみたいな挑戦しましたけど、うん、いやすごい死ぬほど大変でしたねやっぱ大変、めっちゃ頑張ったし、なんか私あれキャプボについてる簡易版の編集ソフトなんですよね。ああ、なるほど。で、うん、なんかこうこういう動きしたいなとか思って調べるじゃないですか、はいはいはい、でこうやってやるんですよ、あなるほどって思って見に行くと、うん、そのボタンはあのグレードアップ版じゃないと使えませんもう何回出てきたことか。あ、じゃあ結構制限されてるんだ、フリー版が。キャラクターを同じところに表示させるのも、うん、なんか本当は簡単にあのザジックとかをなんかうまく重ねるみたいなのがあるんですけど、はいはいはい、それが使えなくて、お、そんな機能すら、あら、そんな機能すら、あらあらあら、こうだからなんかそこの法の抜け道をですね法は別に関係ない、法じゃないですけど機能のね、あの自分の中でこう、はいはい、これは裏技やって思う技とかをちょっと生み出してみて。じゃああの序盤にかなりパワーかかってるのねもうめちゃめちゃ使いましたよ。もうやってみたらすごく大変で、ブルラジのスタッフさん本当大変なんだな。あ、そう、俺もあれ思ってたもん、ブルラジのスタッフさんはすごいよね。あれすごいですよね。あのカットインのイラストも描かなきゃいけない。うん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 。さらに言うと、うん、杉田さんがたまに全然あの脈絡なくおじいちゃんの声とかでなんか急に喋り出すんですよでちゃんと杉田さんが演じていらっしゃるキャラクターラグナがおじいちゃんになるんですね、そういう時。はいはいはい。でなんかみんなそれに合わせてなんとなくの感じでおばあちゃんとかで返してたけどあ、すっごいこれ大変だわって思っていやそらそうでしょ。いや俺あれあの時競合となるような会社にいたから、はいはい、これやりたいけど絶対やれないよなと思って。いやあれはスタッフさんでもブルラジ専門のスタッフさんみたいなのがいらっしゃったんで。ああ、そうなんだ。そこが受ける理由ですよね。大変な分だけやっぱり面白いと思ってもらえるっていう。ここを本気出してここまで行くんだみたいなのよ、うん、すげえなーと思って見てたもん。何気ない気持ちでカットインの絵を描いてもらって。イソッチチもいたよね確かね。イソッチチいました。あのなんだろう、あんなムキムキじゃないですけどうちの父はそうそうそう、あれはね、ま、誠のお父さんだから多分あのイメージ。だからイソッチチの話してる時俺あのイメージなんだよね。多分皆さんでもあの絵が出てるでしょうね。私がね軽率に描いていただいたねカットインが無駄にならないようにみんなブルラジのスタンプとか買ってね急にそこでグラビティデイズのゲームの話かなと思ったら、そうだそうだ、グラビティデイズキャプボが描いてきたので、うんうんうん、せっかくだから性能をね、やっぱ美しいゲームを遊んで喜びたかったんですよ、うん、はい、で棚に眠っていたグラビティデイズを今ならいけるんじゃないか。でも 3D 酔いの方にはだいぶ厳しいゲーム。まあまだね、でもあの 3D 酔いメーター動画の説明のところに、あ確かに星1だった、まだ大丈夫だ。まあ俺はもうダメでしたね。あれね、人がやってるやつ見る方がやばいと思いますよ。そうそうそう、だから自分の操作してないから、うん、想定してない動きがあるからなんだろうね。チー君だみたいなフラフラとかがあるから。そう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 。なんでちょっと僕はね今3分の1見たんで、ちょっとずつ見ていきます。見てください。これもしかしたら私みたいに 3D 酔いする人は見たいって思っても見てくれないかもしれない。視聴数伸びないかもしれない。私ビータ版買って、ビータ版無理だよってみんなから言われ、はいはい、PS4 版をゲットし、はい、それで、はい、
さらにグラビティテールズ2も限定版買ってんですよ、うんうんうん、ここでやってないのに買ってるっていう。すごいな。ホームページ見るだけで面白そうだったんで、うんうんうん、やっぱねつい手に取ってしまいますよあのゲームは。いやそう、僕もねビータ版は買ったんですけど、やっぱり酔っちゃって途中で止まっちゃってるんで、はあはあ、ビータはねやっぱり画面ちっちゃいし、うん、ちょっとやりづらいかもしれないですね。まあ PS4 で買い直すのもありかもしれないですね。うん、もうなんか DL 版だったらすごい安かった気がする。まあちょっと一卒で見て考えますよ。いけそうなら買う。わかった、じゃあ私がもう責任重大ですね、うん、富山さんがねディレクションされてるじゃないですか、サイレン。いやもうねサイレンとかね、ゲーム番組をのラジオをやっていた時、はいはいはい、に富山さんに来ていただいたことがあったんですけど、おーなるほど、サイレンとかで お呼びしたんですよ、うん、でまだグラビティデイズとかは着手されてなくて、はいはい、で今後もホラー作られるんですかみたいな話をしたら、うんうん、ちょうど PS3 が開発中とかだった頃なんですよね、発表されて、うんうんうん、今後ソフトどうしていこうかみたいな時で、はいはい、ホラーとか考えてみたんだけれど表現がすごいやっぱりどぎつくなっちゃうから、うん、はっきり見えるホラーって、うんうん、もうなんかグロいとか以外ね、うん、結構厳しいかもみたいな、うん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 、違う方向性を考えないといけないかもしれないなみたいなのをちょっと言ってらっしゃって、あじゃあその時にもしかしたら、そうですよね、なんとなく確かもともと PS3 で開発始まってたのもね。あそうなんですね、ビータが出てきて、うんうん、せっかくこのビータの UX があるから、あまあ確かに確かに背面パッドとかねあるもん、そう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 って聞きましたよ。あじゃあもしかしたら、もしかしたらその時にはそういうことを考えてらっしゃったのかもしれない、かもしれない。ほほー、それではじゃあ始めていきましょうか。イソッチの自己肯定感低めラジオ、エゴ解放できません。この番組は我々自身の提供で YouTube、Spotify よりお送りしています。改めましてイソッチです。シモンです。なんかもう堂々みたいな感じが言い切っていく力が必要だっていうね。じゃあお便り読んでいきましょうかね。はい、じゃあ普通だからいきますね。はいはい、まあ、こんなシモンとか言っておきながら1通目がこちらです。はい、ひくらじネームうなぎさんからいただきました、ありがとうございます。夏の風物詩だね。イソッチさん、もっちさん、ひくらじは。あら、ひくらじは。私はブルラジでイソッチさんの存在を知り、うん、同時に大ファンになりました。ありがとうございます。ひくらじも毎回楽しく拝聴させてもらっています。はい、今回橋本さんのニックネームイソッチに合わせて橋もっち、長いのでもっちはいかがとご提案させていただきます。私は現実世界ではもっちと呼ばれているので、イソッチさんからもっちと呼んでもらいたいがために橋本さんを利用させていただくのは内緒の話です。まあきっと他の素晴らしいニックネームで決まるのでしょうがね。呼ばれなくともこれからもひくらじ応援していきます、という。あら、ありがとうございます。あの最後の方ね、自己肯定感の低さが出てて、なかなかね、そうポイント高い、ちゃんとスパイスを効かせてきましたね。ということで、まあ、ちょっとねモッチではなくなったんですけど、モッチ、そう実はモッチって呼んでくれてる人も数人いたりもするので、はは、なるほど、なるほどねって思いながらも、まあ、ちょっと今回はシモンには知ったんですけど、うんうん、うなぎさんは現実世界ではモッチと呼ばれているって、橋本さんなのかな、可能性ありますよね。モッチって言われる、他なんか名字思いつかないな。いや、もちづきさんとかいるんですよ。あー、なるほど。そう、前にもちがあるパターン。この前の職場でも一部の方からもっちさんって言われてたんですけど、やっぱもちづきさんがいて、その方がもっちさんになって、やっぱりこう、あ、空中分解したんですよね、っていう経緯が。確かにもちづきさんの方がもち感がちょっとありますもんね。もちづきさん出てきたら、いや真のもっちはお前だみたいな、なるなるなる。そこでまたね、自己肯定感をこう打ち砕かれるっていう。まあ、いそっちからもっちと呼んでもらうということは実現できたなということで。そうっすよ、うなぎさん、もっちさん、またメールお願いしますね。では次行きましょうか。ひくらじネーム大きなミニブタさんからいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。いそっちさん、橋本さん、こんばんは。こんばんは。サムネイルに新たにお二人のイラストが加わりましたね、とても可愛いです。橋本さんってこんな感じのお顔なんですね。勝手にもっと大柄な方を想像していました。それから今更ですが、メインテーマ曲も素敵ですね。低空飛行な感じも出しつつコミカルにまとまっていて好きです。
これからも応援しております、ではまたということで。いやどうですかね、うん、今モッチって言おうとしちゃったけどすぐ前のことに影響されるから、どんな風に呼んでもらってもいいよ。シモン氏は、うん、ガタイがいい感じに聞こえますか声。割とこうほら、うん、ガタイがいい方ってもうもっと低音な感じじゃないですか。僕は結構声でがっちりしてるって思われることは少なくはないんですよね。あ、そうなんだ。へえ。まあ実際はそんなに背も高くなく、うんうん、まあそんなにがっちりもしてはいない。なんか、うん、ディズニーって骨格似てる方を起用するみたいな流れがあるじゃないですか。はい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 。で、あのバカテスの時に宮田浩輝さんが、はい、自分の骨格がしっかりしているからか、うん、すごい低めのキャラクターのオファーというかオーディションみたいのがよく来るっていう、ああなるほどなるほど、話をされてて、でも、はいはい、宮田さんね、あの弾丸論破では女の子やったりとかするぐらい声高いじゃないですか。ねえ、いつもなんか低いよく来るんだよねとか言って、あ絶対違うよなって思いながら受けていくっていうお話を聞きましたよ。あ、そうか、まあ、確かにね、ご本人の印象とかそういうのからキャスティングが決まることもあるんですかね。うーん、あるんじゃないですかね、わからんが。そっちがナビゲーターっぽいところ多いじゃないですか。ああ多いです多いです。それはなんかやっぱイソッチの特性からキャスティングされてるのかなって思ってましたもんね、僕はね。あ、でもそれね、他の方にも言われたんですよね、うん、なんか、うんうんうん、自分的には、うん、ナビゲーションよりも、うん、わちゃわちゃしてたりとかする方が、はい、合ってるかなって思ってたんですよ。ほう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 。そしたら、うん、あのやっぱり、うん、ゲームのことを分かっているからナビゲーションをされると説得力があるんじゃないみたいな話をされて、はいはいはい、うん、ああそういう考え方もあんのかみたいな。そうだね。あとメインテーマの話もね、あのコーダニキがいやそうなんですよね、メインテーマも最初聞いた時おって思いましたもんね、やっぱね我々もね、うん、なんかこんな感じって言われてたのが、うん、ああもうありがとうございますっていう、もう一発 OK みたいな。いやそう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 、いやさすがコーダ日記ですよね。で一回なんかあの仮編みたいなので送ったら、あこういう風に使われるんだったらこういう風にした方がいいですよねみたいな。そうなんか調整していただいて、はわわはわわわっていう、こんなにプロの方ってきめ細やかな素晴らしいフォローしてくださるんだなって思いました。さすがやでって思いながらこうね、ね、なんかタイトルつけたいですね。確かにつけましょうか今度ね。ね、今流れてるね曲も、うん、タイトルつけましょうよ確かに全部曲名をつけていくのはありかもしれないな。ねえ、あった方がいいかもしれないですよ。あのほらアプリとかになるんだから。その時にね。なるんだから。下に音符マークになんかこう。あ、そうそうそう、そういう感じのミュージックボックス的な。僕の編集画面だとメインテーマとかそういうこう味気ないものがついちゃってるんで、はあはあはあ、ちょっと名前があった方がいいかもしれない。考えてみますか。募集してもいいかもしれないですね。確かに工場ミッションでね。そう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 。そこでやりましょうか。やりましょう。やりましょうやりましょう。いい流れになりまして、大きなミニブ。豚さんありがとうございます。さすがやで、さすが常連さんやでじゃあ次の、はい次行きましょうか。ひくらじネーム白縫さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。イソッチさん、シモッチさん、こんにちは。また新しいのが、2009年に高速回線が来たどいなか人で、その頃のブルラジゲームの食卓からイソッチさんの番組を追っかけてこのラジオに喜んだものです。とあら、ありがとうございます。サタンでプリクラ買った頃からのバニラファンのセガ人で、13騎兵番組は俺得でした、シャープ6の大塚明夫さんの話ですが、数年前にラノベ作家界隈でも話題になってました、まあ、ちょっとこう参考のURLも送ってくれたりしたんですけども、90年代までのラノベの学園ものでは事件は放課後や学校外で起きるものでしたが、今や学園と授業自体が物語の中心になっているって話でした。なぜか結論っぽいものは出ていなかった気がします。自分の自己肯定感は普通ですなんかこれいいな、最後のやついい最後の締め方すごくいいですよ、白鳥さん。サターンでプリクラ買ったっていうところを聞いたときに、うん、プリクラ大作戦ってアトラスさんで、はいはいはい、あれかって一瞬思ったら、その後にバニラファンのって来て、あプリンセスクラウンの方かみたいなちょっと思いつつ、うんうんうん、あ、13騎兵の番組、そうか、プリクラもやりましたもんね、私。やってた。13騎兵を特典かなんかでついてきて、うん、
まるっとプリクラがついてくんですよ、うん、あ、そうなの？そうなんです、そうなんです。で、あのプリクラをですね PS4 でできるんですよ。すごい。で、私がその体験プレイをするっていうちょっとミニ番組とかもあったんで、うん、はい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 、あ、もし白縫さん見てなかったら見てねでもね、あの頃からすごいバニラさんのやっぱりこうキャラクターの頭身の下げ方っていうか、うん、13期もなんかリアル頭身ではないじゃないですか。まあそうですね、ちょっとデフォルメされてますもんね、うん、なんかあのデフォルメの感じとか、うん、細やかなね、まだサタンってそんなに色数使えないのに、うんうんうん、色鮮やかに感じれるんだみたいな、グラフィックの作り方とかはその歴史の最初っていう感じますよね。それで大塚さんの話この前、はい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 、してたやつがもう事件ではなく普通の世界が物語の中心になっているっていう移り変わりがあるとね、うん、ラノベもうなんかすっかり今異世界にみんな転生してるから。あ、確かに今そうですよね、異世界ものが多くて、うん、その前まではじゃあ学園ものだったのかな。俺がいるとかあそこら辺とかですかね、なんかあのあたりは確かになんか日常の切り取り方でこう面白さを出していくみたいな、うんうん、あ、確かに俺の妹がこんなに可愛いわけがないとか、その前は春日とか、うん、になるとちょっと日常の中の非日常みたいなのがやっぱりテーマだから、こういう変遷をしてるってことですかね、うん、多分その前のなんか大塚さんが言ってるのってあれですよね、うん、あのロードストー戦記とか、確かにもうそういう頃の話じゃないのかな、そういう感じしません？そうかもしれないね。魔界都市新宿とかかなり今、じゃあ、まあ、今っていうか一昔前、一世代前は本当に日常を扱った作品だからだいぶギャップがあるもんね。ほわほわっとしたものがみんな見たいのかな。でも今はねやっぱりオレツ映画見たいみたいな、あ、パラメーターが高いやつね、何かで高みに行きたいみたいな感じなのかな。そういう感じの流れになってるでしょうね。うん、続いていきますか。はいはい、自己肯定感低めのエピソードいきますね。はい、クラジネーム、プレイヤーネーム、猫股のスミスさん、はい、ほい、イソッチさん、ベルモントのヴァンパイアハンターシモンさん、おはこんばんちは。おはこんばんちは。完全にムチ持ってる番組いつも楽しく聞かせていただいてます、はい、自分の辞書に自己肯定感というものは存在しません。どうせ自分なんて大したことないが基本原理にあるので、いつでも仕事や勉強に全力を尽くします。それも手を抜いたがためにやばいことになるのが嫌だからで、自分なんかが手を抜いたら絶対やばいことにしかならないからという考えから来てる程度に自己肯定感はゼロです、うん、終始そんな調子なので、会社の上司から褒められたりしても、ああ、この人はそんな風に見えるんだ、ふーん、俺なんて大したことないのにとしか思っておらず、大抵さらっと流し疑うことさえまともにしません、うん、それほど重度の自己肯定感ナッシングで、自信も皆無な自分は、かといって何を前にしても適当に受け止めつつやることをやるみたいな若干冷めたスタンスで自己肯定感の低さが極まると、こんなものになるんだなと我ながら思いました。お二人も自己肯定感低いと常日頃から言ってらっしゃいますが、自分のそれは限度を超えてるなと思っています。なので自分からしたらこの番組は神番組です。ぜひ長く続いてくれることを望みます。おお、ありがとうございます。自己肯定感が相当低いっていうお話ですよね。おお、でもなんか割り切ってる感じなのかな、うん。なんか自己肯定感が低いというよりはなんかサバサバしてる感じがしなくもない。感してるみたいな。うん。仕事や勉強に全力を尽くすというのはなんかいい方向にやっぱ自分をね理解してうまいことを持ってってるのかなっていう感じが、うんうん、ね、なんか俺大したことないのに、うん、だからやらないみたいな感じではないところはコントロールがすごい上手ですよね。言い方を変えると謙虚な姿勢というか、はあ、はあはあ、確かに確かに謙虚と自己肯定感低いは、まあ、意外と表裏一体な感じもしますけどね。あ、うん、これで全力を尽くしても結局何の成果もないわけじゃなさそうじゃないですか、うん、こう会社の上司から褒められたりとかしてるからできてるん、そうだからすごい、もしかしたら会社では非常にクールなできる方の可能性ありますよ ね、 あ、そうかもしれないですね。これ
モテる人ちゃうんか。あら、確かに俺できちゃってますっていう人よりは、うん、クールな人の方が、まあ、少なくとも我々はそっちが好きですよね、きっとね。少なくともそうですね。俺がやれば全部 OK っていう人が嫌いってわけじゃないんですけど、そう、自分を捉えてそれをこ う, うまく生かすってことができてる時点で、新しい自己肯定感低い捉え方というか。そうですね、なんか自己肯定感低くてやる気が出ないよっていう人はね、なんかこういう感じにこうスッとシフトしてね、やろって思えるといいですよね。また、うん、俺が手を抜いたらやばいぜ、やらなってなればね。僕もよく思うもん、これ。わかるわかる。私もあの毎回、はい、オープニングトークで、いや、イソチューブで何が上がりましたねって言ってくれるじゃないですか、はいはいはい、シモンが、これ何もない時やってって思ってるんですよ。あの、わし何も今週しなかったみたいな感じに。はいはい、いや、わかるんですよ。あの、仕事とかでもね、もう、あの、2年、はいはい、3年後とかに。あ、確かに確かに、時差がね。ね、出てくるものとかもあるんで。まあ、そういうのもあるんですけど、はい、皆さんに見えてる部分とか、うん、イソチューブ内の動きからすると、動いてないと、ちょっと不安になってくる。それ大丈夫、大丈夫。一応ね、あの、イソチューブの動向はこっちで、まあ、これもイソチューブだけど、追っていくことにはしてますけど、別に、まあ、このために毎週なんか出さなきゃみたいになるとややこしくなるから。やらなみたいな。大丈夫、大丈夫。そこはのんびり構えてください。はい。たくさんのお便りありがとうございました。では、今週のコーナーに行きましょう。エゴを紐解け。深層心理診断。心理テストに挑戦し、我々パーソナリティのエゴを探っていくサイコロジーなコーナーです。ひくらじ深層心理診断は、100万人を診断した性格ナビ開発者のゆきレモン監修となっています。あれ、急に増えてる。倍ぐらい増えてません？ツイッターのトレンドにこの前入って、ググンと診断してくれる人が増えたらしくて、性格ナビは高みに上ってってますよ。ゆきレモン先生が、我々もあやかりたいですね。本当ですね、あやかりたいですね。でもあれじゃないですか、このね、うん、性格ナビ開発者のゆきレモン氏監修のこのコーナーが、うん、ひくらじアプリとなる。確かに、もういいところに目をつけましたね、我々ね。性格ナビのアプリ化といっても過言ではないのではないでしょうか。もしかしたらタイトルがしれっと性格ナビになってる可能性もある。ちょっと下にあのフューチャリングイソッチ&シモンみたいな、我々をサブに置いてなんとかこう小さく書かせていただいて、まあそんな感じのゆきレモンさんが、まあ、今週も作っていただいたので、毎回同じ説明になっちゃうんですけど、私が初見で、はい、シモンが解説を見る前に回答を決めています。はい、皆さんもですね、あの、ぜひ自分の回答を考えながらお聞きください。いきますか、今日の診断。おい、次の3つの質問にイエスかノーでお答えください。1、他人と一緒になると元気になる。これは考えがとかそういうことですかね。まあ多分精神的なところでしょうね。2、行動してから考える。そして3、知識や関心の対象が幅広い。はい。イエスかノーかか。他人と一緒になると元気になる。このね、他人がね、くせ者ですよね。まあまあ、どの他人かっていうのはありますよね。ね。うん、ありますあります。難しいですけれど、うん、まあ、広い意味、私なんかは、うん、そのイベントとかで皆さんとご一緒したりとか、うん、になるとやっぱ元気をもらえますよ。お、じゃあイエス。まあちょっと特殊な感じかもしれないですけどね、イベントとか。これはイエスですね。じゃあ2が行動してから考える。これはね、うん、ノーかな。はいはいはい、すっごい考える。そうです、いろいろなパターン。めっちゃ考えてるね。めっちゃ考えてる。最悪なところをすっごい考えてる。そうね、ひくらじやるようになって、やっぱイソってすごい考えてるなって思いますよ。あら、それはいい意味だったな。いいことじゃないですか。なんかすごい下手したら本当にバタフライエフェクトの先の先まで読んで行動してるなって思ってますけど。そうなんですよね、うん、なんか本当いろいろ考えすぎちゃって逆に良くないかもって思うところもある。まあまあまあ、でもじゃあここはノーですね。No、 はい、no、 no。 で3が知識や関心の対象が幅広い、うん、これね。まあどこまでから幅広いなのか、どこまでかってことですよね、うん、そんなに幅広くないかもしれないな。ゲームとか、うん、そういうことしかないかも、うん、関心。なるほど。こうなんかスポーツがとか言われてもふーんって、なんか得意じゃないジャンルがあるってことですかね。なんか車かとか言われてもふーんみたいな、なんかそんな苦手とかっていうわけではないんですけど、うんうんうん、あんまし、F1 は
はなんとなく見るんだよ。おお、すごいな。俺イソチって今ここまでドンピシャだな。スポーツとか車は全然興味がないけど F1 は見る。なんですかそれ。すごいなと思って。どういうこと？わからない。どういうこと？スキャンされてんのかなってぐらいよ一緒だったから怖い。ちょっとビクッとした。なんそんな話一回もしてないし、ね。そんな話してないですね。なんか見ちゃうよね。F1 はなんか見ちゃいますね。なんか見ちゃう。でも僕車全然ダメなんですよ。車種とかもわからないので。あ、私も全然ですよ。だからなんとなく、うん、あのマクラーレンホンダ、マクラーレンだった頃の話で。ちょっと期待。はいはいはい。あの頃が一番熱かったと思ってるんですよ私。セナとかがやっぱり見た頃が。まあ、それはそうですね。あの頃やっぱり一般層までねみんな F1 の話してた時代ですよね。ね。うん。まあそれは置いといて。あまりにもちょっとびっくりすることが起こっちゃった。毎回リンクするから怖いんだよな。なんだこれは。すごいね。そんなに広くないかもな。絵とか、うんうん、絵描くのはこういう風にとか、はいはい、ゲーム作るときはこういう風にみたいな、うんうんうん、そういうのも結局はアニメとかゲームとかってくくりになっちゃうじゃないですか。ってことはイソちゃんイエスノーノーってことですね。イエスノーノーですな。一応僕は、まあ、ほぼイソチと一緒だと言っておきながら、はい、一応判定基準としてはイエスノーイエスでした僕は。ほう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 、まあ、僕は比較的なんかいろんなものを勉強したがる人なので。ほうほう。でも確かにラグビーのねチャンネルとかも担当されてるじゃないですか。スポーツ全然あれなんだけど、ね、そこで勉強してるからっていうのもあるんで、うん、じゃあこれの回答というか解説をしますが、これでわかるのはですね、なんじゃい、あなたは外向型それとも内向型というははで、はい、まあ一つ一つの質問というよりはイエスが二つ以上なのか一つ以下なのかで判断されると、うん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 、イエスが二つ以上、まあこれ僕が二つなんで二つ以上ですけどは外向型です。ほー、一つ以下は内向型になると。なるほど。ただ外交性とか言うと社交的コミュニケーション能力が高いと思われがちですが必ずしもそういう意味ではありません、はあ、ここで言う外交型内交型とは心のエネルギー自分の興味関心の方向性のことですと、うん、先にイソッチの説明をすると、はいはい、内交型の方は自分の興味関心の基準が自分の内側に向けられている人のことです。ああ、なるほどね。周囲の人々や起こっている事柄についてあまり強い反応を示さない。SNS のトレンドには反応しない。ああ、そうかも。その出来事が自分の心に合っていれば反応し、うんうん、合っていなければ反応しませんと。まあ、世間一般的な価値はあまり重要ではなく、自分の中でしっかり自信を持つと少々のことではぶれない強さがありますと。いうのが内向型だそうですね。なるほど。まあ、でもそうかもしれない。当たってそう。うん。うん、なるほど。で外向型はまあその逆になるんでしょうけど、まあ、自分の興味関心が外の世界に向けられていると。まあ、SNS で言うと話題になってることに結構反応する。で、いろんなことに興味を持ってていろんなタイプの人間とコミュニケーションが取れる。誰とでもすぐ打ち解けられて、うん、まあ、その結果社交的コミュ力が高いと見られることが多いですということですね。うん。まあ、僕そんなに。そうかなーって感じはぶっちゃけしますけど僕も内向型っぽいなーって気はしますけど、まあでもまあまあなるほどねっていう感じですね、うん、うん、なるほどなるほど。まあ確かにこうなんかね、うん、自分のこう仕事とかで役に立つことを掘り下げていきたいみたいな感じなんで、うんうん、あ確かにね。だからなんか自分の中のものに興味があるって言われるとそうかも。イソッチがそんなツイッターとか見ててもね世間一般のトレンドに反応してっていう感じじゃないもんね。確かに、あのカレーカレードーナツカレーみたいなもうイソッチね、あの名前のところについてるアイコンが結構主成分であることは間違いないかもしれない。まあそうなんですよね、うん、ゲームゲームゲームカレーみたいなもうそんな本当そんなですもんね。いや確かに。でも面白いですね、この外交内交っていうのはこういう意味で使うんですね、うんうん、なるほどなるほど、はい、はい。皆さんの結果はどうだったでしょうか。以上深層心理診断でした。ひくらち、楽しい時間はあっという間、それはドーパミンがたくさん出ているから。ということでエンディングとなりました。これ何なんか前回エンディングの入り方が難しいということで、いやいやそういうことじゃない、こういうことじゃないこういうことじゃない。あれ違った違ったか、こういうことじゃない
ちょっとなんかほらでも深層心理診断とかともちょっと引っ掛けてちょっとドーパミンの話もしてみましたけど違うか、なんだろうって。ちょっと来週また違う形でチャレンジしてみます、ね、いるかな。いるかな。まあ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 、はいはい、ということで今日の番組はどうだったでしょうか。っていうかね、まずマイクのつまみ問題がねまだクリアされてなくて、毎回ここその話だよね。ね、ここ上げるとここ下がって、ここ上げるとここ下がってみたいな話でね、皆さんどうなのかしら、あのバランスよく聞けてるのかしら。裏側の話をするとイソッチのマイク設定だけが毎週ちょっとずつ今変わっているっていう状況なんですよね。難しいんですよね。そうなんですよ。イソッチが遠いとかイソッチが近すぎるといろんな意見をいただいて、多分なんかがある、あとつまみがちょっと本当ほんのちょっと違うとか。そうなんですよね。うん、難しいわ。さっきもマイクの設定をしようと思ったらまた ID パスワードが違うなどとでパスワードももうだってチェック入れてるじゃんキープにしてるやん、なんで消えてんのお前っていう。とりあえずあの海外のソフト使うのやめなよそうしたいんですけど、でもこれについてきちゃってるからな、うん、なんか相性いいのかなと思って。まあでもイソッチとの相性がね良くなさそうな感じしますけどね。私との相性はあんま良くないですよ。っていうかなんで大体オーディオインターフェースって海外のソフトなんだろう。まあ確かにな、日本だとあんまないのかなそういうのがね。ね、なんかちゃんとしたというか高性能な、うん、やつがないんですかね。あっても良さそうだけどな。もしねこれ聞いてる方でこれがいいよってのがあったらそれも教えてほしいですねでもラジオの作り方から聞きたいみたいな感じでね、うん、で、あの 声を取るのに特化してるのはこれだみたいのがあれば、うん、編集ソフトもこれだってのがあれば全部頼っていくけど、全部頼っていく、みんな何使ってるのか教えてもらっていく。いや本当ですよね、ラジオ撮ってる方はぜひ教えていただくださいそんなわけで、はい、ひくらじではですね皆さんのお便りを募集しています。番組の公式暫定サイト URL が番組概要欄に書いてありますので、そちらからお気軽にお願いします。募集しているテーマは質問感想など自由にお送りください。ふつおた、もしかして私エゴ弱すぎと感じたエピソードを投稿してください。我々が何か回答します。自己肯定感低めエピソード、この番組をより多くの人に聞いてもらえるように我々に挑戦してほしい企画をお待ちしています。自己肯定感向上ミッションとなっております。ということで自己肯定感低めラジオ今週はここまで。お相手はイソッチこと磯村智美とシモンこと橋本優希でした。バイバーイ。